天然ガス爆発事故による損傷科書九十九里岩手博物館は千葉県三部郡九十九里町片貝にある町立博物館である。2021年現在休館中。九十九里町が九十九里町立九十九里岩手博物館設置及び管理に関する条例に基づいて設置する世界でも唯一の岩手をテーマとした博物館である。かつて町は岩資料で栄え、 漁獲の大部分は、肥料の星貝やカスに加工されて、関東地方や関西地方に出荷された。岩市博物館では、休館時点において、江戸時代から現代に続く岩資料を紹介し、岩市の生態、岩資料に関する古文書、漁具、漁船の変遷、岩資料理まで、岩市に関する約4万6000点の資料を所蔵していた。また幅5メートル、 奥行き1.8メートル、深さ1.35メートルの大型水槽を使って、回遊する約3000匹のイワシを展示していた。建物は、鉄筋コンクリート造りの平屋建てで、延べ床面積は約800平方メートルあり、町役場や中央公民館に隣接している。2004年7月30日午前9時頃、博物館の文書収蔵庫で、爆発事故が発生した。 臨時職員一名が吹き飛んだ壁に挟まれて死亡。臨時職員一名が全身に火傷を負って一時渋滞となり、文書収蔵庫は屋根が吹き飛び壁が変形するなど激しく損傷して、博物館は休館となった。当初爆発の原因は不明で、会見を行った地元消防本部の担当課長は、原因は現時点で想像つかないなどと話していたが、その後に、 警察、消防が行った調査により、この地域特有の自然輸出する天然ガスが使用されていないエアコンの配管口を通って、文書収蔵庫内に流入、無職無臭の天然ガスに気づかなかった臨時職員が訓練殺虫剤を使用するために着火したところ、室内に充満していた天然ガスに引火して爆発に至ったと判明した。死亡した。 臨時職員は66歳の女性で、2003年5月19日に、秋人天皇、美智子皇后が博物館を訪問した際に、展示資料の説明を担当していた。この事故を受けて、九十九里町は、その年の8月に行われる予定だった恒例、九十九里町ふるさと祭りを自粛した。事故後、千葉県内の学芸員らにより、飛散した瓦礫の中から、 ダンボール箱約270箱分の資料が回収された。また、屋根が吹き飛んで開いた穴は、途端屋根により覆われた。町は、博物館の修復に必要な費用を、約2億7千万円と見積もった。博物館の再開を求める声が、町民の中に根強いこともあり、2004年に町は、役場に近い片海魚高校配置の国有地を、 買収して新たに博物館を建設する考えを、表明、地元観光協会や漁協などのメンバーで構成する検討委員会で協議が行われた。2015年4月24日、新たな名称をいわしの交流センター展示室として再建した博物館がいわしの交流センター内に開館した。再建の詳細は、いわしの交流センター整備を参照。 AB99 里町立九十九里岩市博物館、設置及び管理に関する条例、ABC 朝日新聞2004年7月31日、鉄筋、骨組み、剥き出し九十九里、博物館爆発、千葉、海の駅九十九里営業中、九十九里町商工会 AB 岩市博物館、ABCDEF 岩市博物館爆発再建今だめとたったず。 東京新聞2009年8月18日千葉、日報2013年4月20日、九十九里町、岩市の交流 C 指定管理者を募集。ハット ABC 読売新聞2004年7月31日、岩市博物館爆発日のけなし、原因不明消防本部、合衆しなかったイコール千葉ハット AB、予測不能で、刑事責任問わず。 岩市博物館の爆発事故四国新聞2005年1月27日、AB ご視察、区内庁岩市の交流センター設置及び管理に関する条例岩市の交流センター展示室の設置及び管理に関する条例、AB 朝日新聞東京地方版、千葉2015年4月26日、岩市への思い、新施設引き継ぐ99里に、海の駅、千葉県この記事は、 以下のカテゴリーでも参照できます。九十九里は市博物館ガス爆発事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。